はい、夫婦で行うマタニティペアストレッチをご紹介していきます。今回は立って行うストレッチです。ママは妊娠による体型変化で動くことがどうしても辛くなってしまうので、運動不足になったり体が凝りやすくなります。このマタニティペアストレッチはその運動不足を解消させたり体の凝りを取ることが主な目的になります。まあ、注意点としてはママが無理しないことです。お腹に張りを感じたら無理に続けないようにしてください。今回は肋骨と腰のストレッチを行っていきます。はい、まずママが前に立ったらですね、パパは横に寄り添うようにしてください。ママ軽く足を広げていただいて、もうちょい閉じてください。はい、肩幅よりちょっと広いかなぐらいのところで安定した幅で結構です。はい、そうしましたら体をこう横にぐーっと倒していくストレッチなんですけども、パパはこの骨盤のところを手で包むように押さえてあげてください。はい、そしたら、はい、体を横に倒していきます。少し手首を持って斜め45度の方向に引っ張っていってあげてください。はい、ポイントはですね、この腕の倒す方向が体のね前に行ってしまったり後ろに行かないように、体と同じラインで引っ張るというのがポイントになります。また注意点としては、この引っ張る体側ですね、体を伸ばしている時に、体の横側を伸ばしている時に背中が丸まったりとか腰が反ったりしないように、しっかりまっすぐのラインを、キープした状態で引っ張るようにしてあげてください。はい、じゃあ吸って、はい、ふーっと吐いていきましょう。吐いた時に伸ばしていきます。はい、吸って、パパもねママと同じように呼吸を合わせて吐きながら伸ばしていきます。はい、 OK です。はい、このね肋骨、腰、体の横側を伸ばすストレッチは呼吸のリズムがすごく重要です。ママの呼吸のリズムにパパも合わせて気持ちよくね伸ばしてあげる気持ちでやってみてください。はい、このストレッチをね通してこういったコミュニケーションを図ることがこのペアストレッチの主なポイントになります。ね、しっかりこのコミュニケーションを通してこれから生まれてくる赤ちゃんを一緒にね育てていく気持ち、そういったものを育むようにしていきましょう。